一見 B 級なテイストの中に怪奇と神秘性を併せ持ったロマンティックホラーという印象を持ちました。まさにこのサンゲリアはブードゥーゾンビとモダンゾンビの交差点と言えるのではないでしょうか。ゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ、今日はゾンビ映画紹介ということで、こちらサンゲリアを紹介します。この動画では過去の優れたゾンビ映画に注目し、その作品の見どころや魅力を紹介しています。今回はイタリアホラー映画界にマスター・オブ・ゴアの異名を誇るルチオ・フルチ監督の代表作で、怪奇と神秘性を持った残酷描写満載のこの映画のあらすじやおすすめポイントを紹介し、その魅力を語っていきますので、最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介などゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。サンゲリアは1979年にイタリアで公開されたゾンビ映画、日本では1980年に公開されました。監督はルチオ・フルチ。冒頭、謎の男性が銃口を向けると、その先には麻布に覆われた人間のようなものが起き上がる様子、そして銃を撃つと麻布に包まれた頭部が撃ち抜かれるというところから始まります。そして場面が変わると、ニューヨークの沿岸に一艘の無人のヨットが漂着していきます。沿岸警備隊がそのヨットを調査すると、無人と思われていたヨットから突然腐乱したゾンビが現れ、警官に襲いかかります。別の警官がゾンビに向けて銃を発砲すると、ゾンビは海に落ちてしまいます。その怪事件に目をつけた雑誌社の編集長はピーターに取材を命じます。一方、捜査が進む船に呼び出されたのは船の持ち主の娘アンでした。警察の事情聴取を受けるアンは、父の身に何が起こったのか疑問を持ち始めます。また場面はゾンビに襲われた警官の遺体を検視する病院へと変わり、監察医が助手とともに検視を進めていると、わずかに死んだはずの警察官の遺体の手が動き出します。一方、夜の港では停泊した例のヨットにアンが警備の目を盗んで忍び込み、父親の痕跡を探ろうとしていると、記者のピーターに遭遇します。すると警備員が船の中の様子を見にやってきます。このままでは見つかってしまうというところで、ピーターが機転を利かせて合引き目的で忍び込んだカップルを装って、その場をなんとか切り抜けます。そしてピーターはアンと行動を共にして、アンの父親の消息をたどってカリブ海のセント・トーマス島へと向かいます。そこから地図にも載っていない小島マツール島を目指すために、島の港で偶然ボートを準備しているブライアンとスーザンに出会い、なんとか交渉してマツール島を目指すこととなります。一方、マツール島ではメナード医師とその妻スーザンが激しく口喧嘩をしています。どうやら島で起こった奇妙な現象のことについてメナード医師が調査研究をしていて、そのことに妻が苛立っているようです。そしてメナード医師は診療所に向かうと、何かの標本に自分の腕から採取した血液を染み込ませ、顕微鏡で覗いて研究をしているというところからストーリーが展開していきます。私はこのサンゲリアをリアルタイムでは鑑賞していなくて、かなり後になって DVD で視聴しました。その時思ったのは、正直極物の B 級ホラー映画だなという感想だったのですが、今回の紹介動画のために改めて見直してみると、一見 B 級なテイストの中に怪奇と神秘性を併せ持ったロマンティックホラーという印象を持ちました。まず中心人物となるメナード医師のキャラクターがかなり渋いですよね。メナード医師の謎の現象への研究に対する情熱に危機迫るものを感じました。そして妻に対しての非情な面、亡くなった患者を始末する時の悲痛さ、さらに謎の現象に対して
無力な自分に対する焦燥感がにじみ出ていていいですよね。映画全体に漂う怪奇なイメージと神秘性が感じられました。特に400年前のスペイン征服者が墓から蘇るシーンには柔術的なものを感じましたし、ゾンビの動きや演出にも恐怖感というよりは哀愁が漂っていて面白かったですね。サンゲリアのゾンビとロメロ監督のゾンビ映画のゾンビとの違いは、ゾンビの特殊メイクがかなり大きく違いますね。ロメロゾンビよりも腐り具合が進行していて湿った感じが特徴的です。全体的に土まみれなのも面白いですね。そして残酷描写も直接的で血のりまみれといった感じで、全体的にハード&ウェットです。そしてこの映画は男女の愛もテーマになっているなと思いました。主人公のピーターとアン、マツール島に登場するメナード医師とその妻、そしてクルーザーの持ち主のブライアンとスーザンの夫婦といった3組のカップルが登場します。それぞれが独特な男女の愛を表現していて面白いです。ピーターとアンは出会いのきっかけは父親のボートがニューヨークに漂着した事件でしたが、行動を共にするうちに愛し合うようになるのですが、これが映画では細かく語られず、空港に着いたらすっかり恋人同士のような振る舞いになっているのが今見ると分かっていいですね。そしてメナード医師とその妻ポーラの場合は気持ちがすれ違い、お互いに冷め切ってしまっているのですが、この映画に微妙な味わいを持たせていて面白いです。ブライアンとスーザンは現代風の若者夫婦で、夫のブライアンのスーザンに対する愛情が物語の終盤で鍵になっているので、そこが見どころともなっています。そしてこの映画のもう一つの魅力となっているのが、ブードゥー教にまつわるゾンビ伝説の要素と、死者が蘇り人間を喰らうといういわゆるロメロゾンビ的な要素がうまく組み合わさっているところですね。しかしこの2つの要素が互いに打ち消し合うことなく、それぞれの要素の良いところが生かされているなと思いました。まさにこのサンゲリアはブードゥーゾンビとモダンゾンビの交差点と言えるのではないでしょうか。最後にこの映画の監督ルチオ・フルチの独特なセンスと間合いがいいですよね。この映画のプロデューサーは最初別の人物を監督に考えていたようですが、過去の映画の暴力描写に定評があるフルチを監督に起用したそうです。コメディ映画で監督デビューし、西部劇やスパイもの、ホラーなど様々なジャンルの映画を手掛けてきたルチオ・フルチにゾンビ映画の監督として白羽の矢が立てられたことで、いい化学反応が生まれたということですね。ルチオ・フルチの映画制作のスタイルには、撮りたいものを撮るためにシーンや構図を決めてから映画を作るというこだわりを感じましたね。この映画の小説的な客観視点で淡々とストーリーが展開していくところが、この映画にロマンティックホラーという印象を持たせたのかもしれません。カリブ海に浮かぶマツール島を舞台に、死体が蘇る謎の現象を探るメナード医師を中心に繰り広げられる怪奇で神秘なストーリーと、ルチオ・フルチの過激な残酷描写が相まったブードゥーゾンビとモダンゾンビが交差する、まさに男のロマンを追い求めるゾンビ映画と言えるのではないでしょうか。Amazon で DVD が入手できますので、ぜひ見てもらいたいゾンビ映画です。また動画のコメント欄で動画にしてほしいテーマを募集しています。こんな動画を見てみたいとか、このゾンビ映画を紹介してほしいなどありましたら、ぜひコメント欄にコメントください。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録をお願いします。